と痛いですかね。で両膝曲げてください、はいはい、でなるべくこう深くお尻側に近づけるような感じ、はい、で、まあ、さっき言ったやつなんですけど、はい、簡単に言ってこうぐーっと両膝を両胸に近づけるようにしていただくということですね。そうするとこう腰椎の間が広がりますよね。めっちゃ前の方がうえーってなってますよ。うえーってなる。普段しない動作ですからね。お腹苦しい感じですかね。じゃあ股関節が多分、うん、股関節が詰まってる感じ、ね、感じがしますね。そうですね、深く曲げるってね、なんか股関節がちょっとやりづらいってありますね。でもこれやり続けると流れますよね、うん、あの重そうなんですけど、ちょっとねそれをやりやすくするためにちょっとこちら触ります。失礼します。硬、はい、いですね。大丈夫ですか。大丈夫です。硬、はい、いですか。少し硬いです、うん、そのカチカチではないですけどね、少し硬い。本当それはここ最近の話だから硬くなってきた感覚のまだレベルなんだと、うん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 、マジ早めに来れてよかった、うん、よかったよかった。これだってあのカチカチになってたら受けれないですもん。痛いって。あ、そうですよね、うん、そうそうそう、痛いし気持ち悪いんですよこれ結構。ってなんかやめてみたいな感じ、なんかそれくすぶったい感覚みたいな感じですか。そうそうそう、くすぶったさだったり、そうですね、変な違和感とかおっしゃいますね。自分もされた時は嫌な感じでした、凝っちゃってると。おー、あーそうだ、やっぱりちょっとこうこっちに行きづらいですね。行きづらい、笑っちゃった。行きづらすぎてびっくりしちゃった。そうなんですよ、これもなかなか気づかないですよね。こういうふうに対極線の胸の方に近づけるように、で足がこっちに。あー、ちょっと待って、痛いです。すいません、こういうふうになりやすいんですけど、これちょっとちゃんとこっちにするみたいな形でやっていただくと股関節を柔らかくします。息を止めないようにやるそうですね、うん、まあ、一応これでやっとくと反対の動きもしてかなと思うので、こういう感じで、もともとはそのなんかあぐらかいたら、うん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 、あのくるぶしに胸がつくような感じのタイプだったんですね、うん、いやーはい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 、はい、いや逆は全然でしたけど今。やりやすくなりましたよね、うん、回りやすく、うん、おお、本当だ、うん、で改めてサウンドでこう肺が柔らかくなってますよね、さっきより。なってる、うん、お腹が動く。そうですね、
が ね硬くなる。これ何ですかこのゴリゴリは。やっぱこうあのパソコンやったりとかなんか物をこう上にかけて持ったりとかそういう時ってこう手首がこう反らすようになってるんですけど、それで続くとこう ずれたりこう滑らかじゃなくなってくるんですよね。すごいゴリゴリしてる。ゴリゴリしてます。これをちょっと収めるような形にしますので、うん、肘をこう回すようにあのひねるようにしていただいていいですか。内側外側と合ってますか、はい、やってること、はい、で合ってます、合ってます。この外側に、うん、回るさるだけ、そうそうそう、で反対に内側にもう一回やって外側に回して、うん、もう一回内側上げて外側上げて、はい、結構。ねえ。すごい。痛かったですね、これね。おお。肩甲骨の裏にも筋肉あって。凝るんですよ。そうなんです。こんなところもすごい意味わからん体思ってないところがね、体って凝ってたり、はい、なるんで、ね、一生懸命働いてるとなかなかね、あの無意識っていうかね、気がつかないこととか多いですからね。凝ってますね、うん、こういうのは聞き手とか関係ないんですか。あ、両方だと思いますよ、うん、なってると思います。あれ、まあ、足もそうなんですけど、割とこう気づきにくいうちに、うん、知らないうちに、うん、凝っちゃうんで、毎日両方使ってるますよね、手とか腕って。なのでああ
めっちゃ気持ちいいです。はい、残ってますね。うん、ありますかね。あと手はもう大きくないです、うん、ああそっかそっか、何の割にっていう感じですか。そうですそうです、手小さいねって言われることが今まですごく多かったです。あんま意識はしてなかったんですけど、ピアノとかやってたんですけどね。あ、でもそうか、そう言われてそうなんですね。じゃあね、どうですか、ちょっと左手動かしてみていただいて。あ、はい、すみません。あ、うん、うんとか言って比べると、うん、こっち、うん、こっちよりこっちの方がめっちゃ回しやすいです、うんうん、今なんか一緒に足も動かしちゃったけどそうですね、でもそう知らず知らずにやっぱ固まってきたりがあるんで、うん、なんかこれから冬になると私本当に寒いのダメで、もう全部ガチゴチになるんですよ。怖い、ちゃんと首回すようにしないと全部の首。何なんですかね、体のうん、そう作りっていうかそういうのもあるんですかね。やっぱこうどっちかというとあったかいとか暑い方が、ね、得意っていうか、うん、家が苦手な。本当にそうです、うん、でも本当に寒いのダメで、うんうんうん、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あ、すいません